こちらはミミヤです。今日もズーキーパーの、実況じゃない、対戦やっていこうと思います。まずね、ちょっとアップでね、3戦ぐらいやろうかなと。さすがにぶっつけ本番やばいんで、ちょっとアップします。まあ最後追い上げていきましたね、今の。まあ悪くはないスコアぐらい。あともう2戦ぐらい。ちょっとアップしてからちょっとオンライン潜っていこうかなと思っております。途中ミスったけど、いいスコア。いいスコアですね。悪くないですね、全然。悪くないどころか、いいスコアですね、これは。まあ、この調子でいけたらいいんじゃないかなって思ってるんですけどね。じゃあ次でラストです。いやー今の繋がってないか。おー、バランスいいですね。こういうバランスがいいスコアは非常にいい。強いですね、やっぱり。ディフェンスが高いとやっぱ強いんで。結構上位に来ると、そのディフェンスが高い方が勝つっていうのが多くなるんで、場面が。ディフェンスが高いのはいいですね。じゃあオンライン潜っていきましょうか。さあ、前やった5連勝中からっすね。さあ、当たりました。ひでみさん。よろしくお願いします。まあちょっと微妙だけど、まあ大丈夫なんじゃないかな。いや、こっちが先減ったぞ。しかし相手も多分倒せる。相手を倒せるぐらいの数値はある。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、アタックが俺の方が多かったですね。いや、危なかったな。結構油断してた。マジか。このレート帯でこれぐらいできるんだ。ちょっと、慎重に行きましょうかね。ちょ、予想外だったんで。はい。再戦来ないよ。いや、意外に強かったですね。もっと普通に軽く勝てるかなってちょっと思ってたんで。油断禁物ですね、やっぱり。ちょ、集中していきましょう。あれぐらいのスコア出せば普通に、一発で倒せて、なおかつ、こっちが。まあ、ちょっと減るかなぐらいだと思ってたんですけど。半分も減らないだろうなぐらいにちょっと甘く見てたんですけど。俺の方が先に減ってちょっと焦りましたね。いや、危なかったな。普通に危なかった。これはちょっと逃げられたパターンかな。
これ当たった瞬間に、このブラウザバックボタンを押せば、一応逃げられるんですよ。なんで多分、今はそれをやったんだと思います。まあ、6連勝中、6戦6連勝中なんで、結構、戦績的には威圧感あるから。まあ、逃げるっていう手もありはあり。ありっちゃあり。はい、お願いします。最後ディフェンス増えたのも大きいですね。ディフェンスラッキーなんでかなりアタックに偏ってるけど、まあそれは相手も同じ条件なんで、やっぱりディフェンスが低いですね。で、多分アタックは結構あると思うよ。まあ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 、160ぐらいかな。160の40ぐらいだったかな、多分。まあやっぱりアタックに偏りますよね。まあ相手も同じ条件なんで、ラッキーパネルは一緒なんで、もちろん。で、最初のパネルも落ちてくるのは確か一緒かな。最初のパネルが一緒で、その上から落ちてくるパネルが確かランダムだったような気がする。確かね。最初のパネルは一緒なはず。相手も自分も。はい、お願いします。いやー、これは強いですね。これは強い。ディフェンスが716あるんで、まあ、勝てるでしょう。まあ、ニューレコードですね。さあ、相手もこれ強いと面白いんですけどね。お互い強い時って、すごい面白いんですよ。相手も強かったらいいなーっていう思いになるんで。さあ。さあ、勝っていく。まあ、これは良かったですね。はい、というわけで。さあ、どん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 メダルがもらっていく。再戦は来ない。たまにこう、再戦申し込むっていうので、再戦を希望する人がいるんだけど。まあ、その、もし来た場合は受けるようには一応してますね。まあ、ただ次の人と対戦っていうのすぐ押しちゃうと、ちょっと受けれないんですけど。はい、スパイクさん、お願いします。ああ、これもいいですね。俺も普通に強いと思う。さあ、相手はなんだ？ディフェンスがだいたい40ぐらい、アタックが50ちょいぐらいか。まあ、だいたいこれぐらいだと思うんですよ、普通。普通このレート大体それぐらいだと思ってたんですけど、ちょっと最初の一戦マジで焦りましたね。あれ負けんじゃねえとか思って。いやー、びっくりした、本当に。まあ、でも、本人がやってるとは限らないんでね。この、誰か他の人にやらせてるっていう可能性もなくはないんで、そういう可能性もありますよ。はい、ありがとうございました。じゃあこれラストですね。クラウディアさん、はい、お願いします。ちっちゃいウサギ、かわいいですね。
最後ちょっと頑張ったけど、あ、いいですね。お、いいですね。あと自然連鎖が、タイムアップ終了後に行くのはさすがに運なんで。今のまあまあ良かったですね。上から落ちてくる。これ勝ち確っす。220くらいから減ったんで。まあ、ディフェンスも止まりましたし。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じでね。まあ、しっかり勝っていくわけと。また5連勝ですね。今んとこ10連勝。まあ、いい調子ですね。まあ、このレート帯なんで、まあ、そう簡単には負けませんよ。はい、というわけで、お疲れ様でした。あ、ねえわ、ねえわ。これメニュー。はい、というわけで、まあ、こんな感じですね。まあ、もしよろしければ、チャンネル登録の方を、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。